統計における地域区分によってオーストラリアを地理的に分割した上で2011年国勢調査時点において各地域で交通、郵便、倉庫業に従事する成人が地域全体の成人人口に占める割合を示した図。オーストラリアの輸送機関には多くの種類がある。この国では道路交通の依存度が高く、 舗装された滑走路のある空港が300以上存在する。旅客向けの広範囲の鉄道路線網は多くの地方と主な都市圏の中心部を結んでいる。工業部門では輸出港へ生産物を輸送するために鉄道を大きく使用している。シドニーの東部郊外線はイースタンディストリビューター高速道路を通る。 オーストラリアの人口あたりの自動車所有台数は世界で2番目に高い水準にある。1人あたりの道路延長はヨーロッパの3倍から4倍であり、アジアの7倍から9倍となっている。また、オーストラリアは世界で3番目に1人あたりの燃料消費量が多い。パース、アデレード及びブリスベンは世界で最も自動車の依存度が高い都市として挙げられ、この後に シドニー、メルボルンが続く。さらにオーストラリアはアメリカやカナダには及ばないものの自動車による走行距離が世界で最も長い国の一つである。オーストラリアの道路は三つの異なったカテゴリーに分類される。これは連邦ハイウェイ、州立ハイウェイ、地方道路である。道路網の総延長は91万 3000km であり、 以下のように分類される。オーストラリアの道路トンネルの大多数は都市圏内への交通渋滞を解消するため、あるいは大きな水域を横断する目的で1990年以降に建設されてきたものである。ガソリン価格の上昇、交通渋滞の増加が都市の公共交通機関の利用が再び増加している要因であると考えられている。シドニートレインズの路線にある エッピング駅下表では、オーストラリアの主要都市と現在運営されている、マルチモード市内公共交通機関網が共に記載されている。マルチモード交通網のないオーストラリアの州とは、完全にバスに依存しているキャンベラ及びダーウィンのみである。キャンベラはライトレール線を計画しており、この路線は既存のバス路線とつながって、2018年に開通することが記されている。 オーストラリアの路面電車は過去に国内のたくさんの街やいくつかの都市で走っていたが大部分が1970年代以前に廃止された。メルボルンは例外であり今日では世界の都市でも最大級のトラムネットワークを誇っている。ローンセストン、ジーロング、バララット、ベンディゴ、ロックハンプトンといった主な地方都市ではマルチモデル公共交通網を以前促進していた。 下の表では、オーストラリアの大都市の公共交通機関号の概要を示している。表には、観光用、または、遺産の交通機関を含まない。オーストラリアの旅客鉄道州政府運営の鉄道、QR シティトレイン、トラベルトレインカントリーリンク、シドニートレインズ V、ライントランスはグレートサザンレールウェイ、インディアンパシフィックジオーバーランドザ、 ガントランス・オーストラリア鉄道の長めパースのインディアン・パシフィック鉄道網は大きく、線路の総延長は 33,819km である。3,719km は後期、15,422km は標準期、14,506km は狂気、172km は 3000km 以上となっている。鉄道は、 様々な植民地で違った日に始まった。私鉄は最初の路線を開通させ、巨大でありながら当時人口密度が低かった大陸で成功しようと努力したが、国有鉄道に圧倒されてしまった。植民地ではロンドンから共通の機関を選ぶように助言がなされたが、結局異なった機関のままになってしまった。サーコアジアパシフィックによって所有される。 グレートサザンレールウェイは、インディアンパシフィック、ザガン、ジオーバーランドの3路線を運営している。NSW は、ブリスベン、キャンベラ及びメルボルンをシドニー経由で結ぶカントリーリンクを運営する。アリススプリングスからダーウィンまでのザガンの拡張が2004年に完了し、本土のすべての州都は初めて標準機によって結ばれることとなった。 政府と私鉄の協力によって運営されている様々な州、都市路線があり、この中には著名な部位、ラインやメルボルン鉄道網を運営するメトロトレーンズ、メルボルン、シドニートレーンズ、カントリーリンクなどのニューサウスウェールズ州内のすべての旅客鉄道を運営するニューサウスウェールズ鉄道、トラベルトレインやシティートレインを運営するクイーンズランド鉄道、 トランスリンクの南東クイーンズランド通勤列車も、及び西オーストラリア州の鉄道やバス路線を運営するトランスはも含まれる。オーストラリアの主要都市には完全に自立した地下鉄システムが存在しない。メルボルン、シドニー、ブリスベン、パースのシステムはすべて地下が部分的である。メルボルンではメトロと名のつく新しい路線が計画されているが、 郊外の鉄道と乗り入れを行い、フットスクレートは分けられないので地下鉄の基準を満たさないだろう。シドニーのヨーロッパスタイル地下鉄の計画は郊外路線網に地下線を加えることとなり延期となった。4つの鉱山鉄道が西オーストラリア州北西部の港へ鉄鉱石を運んでいる。これらの鉄道は他の交通を伴わず、 他のすべての鉄道から砂漠によって隔てられている。路線は標準機でアメリカの最も厳しい基準で構築されている。2006年には5番目の鉄鉱石鉄道がホーテスキューメタルズグループより提案される一方、6番目の共通運搬鉄道がジェラルトンの真北にあるオーカジーの港への路線も提案されている。クイーンズランド州には およそ15の砂糖工場が機械へ、砂糖機微を届ける狂気の産業鉄道を所有している。パイプラインシステム建設中、計画中のプロジェクト、ビクトリア州オーストラリア内陸水路は、商用輸送の重要な手段ではない。19世紀には、外輪船が、羊毛、小麦などの輸送のため、マレーダーリング水海で使用されていた。しかし、水位が安定しないため、 一年の大半にわたって大部分の川が普通となっている。汽船は鉄道や道路交通と競争するほどの勢力はない。したがって今日では内陸水路は個人のレクリエーションのために偏っている。シドニーのフェリー1984年からの水運業、雇用人数主要港鉄港メルボルン港のコンテナクレーンと船2006年時点でオーストラリアには 1000トン以上の船体が53隻ある。オーストラリアの港の間の貨物を運ぶための外国籍の船の使用は単一旅行許可書または連続旅行許可書のいずれかとともに許可組織のもと許される。1996年から2002年にかけて許可の出された回数は約350%増加した。近年、オーストラリア籍の船は 大幅に減っており、1996年の75隻から2007年には40隻未満となり、2009年までに30隻に近づいた。海洋連盟は、この現象を外国船が沿岸貿易を行うことを可能にした、ハワード政権の海運政策の責任とした。また、地方が運営する船が、便宜地席船として、オーストラリア席から外国籍に変え、 オーストラリアの水夫の月給の約半分で外国の船員を雇ったこともあった。このような動きはハワード政権によって支援されたが海洋連盟及びオーストラリア労働組合委員会から反対を受けた。船の海外への登録は船での所得がオーストラリアの企業課税法に従わないことを意味する。1976年からのオーストラリアへの 月間到着乗客数メルボルン空港シドニー空港を主なオーストラリアの航空会社オーストラリアには舗装、または未舗装の空港が数多く存在する2004年の推計では448の空港が存在するオーストラリアで最も忙しい空港は以下の通りシドニー国際空港ニューサウスウェールズ州 シトニー・メルボルン空港、ビクトリア州、メルボルン・ブリスベン空港、クイーンズ・ランド州ブリスベン・パース、空港西オーストラリア州パース・アデレード空港、南オーストラリア州アデレード・ゴールド・コースト空港、クイーンズ・ランド州、ゴールド・コースト・ケアンズ国際空港、クイーンズ・ランド州ケアンズ・キャンベラ国際空港、オーストラリア首都特別地域、キャンベラ・ホバート国際空港、タツマニア州、 ホバート・ダーウィン国際空港、ノーザン・テリトリー・タウンズビル空港クイーンズランド州、タウンズビル合計、305合計、143、出店。 ソーストフロム CIA ワールドファクトブック https コロンスラッシュスラッシュ www.ca.gov i スラッシュライブラリースラッシュパプリケーションズスラッシュ t h e w o r l d f a c t v o o k スラッシュインデックストと html オーストラリアの交通の環境に対する影響は大きい。2009年には オーストラリアすべての温室効果ガス排出量の15.3%が交通から排出された。1990年から2009年にかけて交通の排出量は34.6%増加し、これは静止エネルギーの排出に次いで2番目に高い増加率である。オーストラリアは化石燃料エネルギーの補助金が人為的に低く保たれており、化石燃料の使用増加から 温室効果ガス排出量が増加している。オーストラリアのエネルギーレギュレーター及びニューサウスウェールズ州の独立価格調整裁判所のような州代理機関は電気料金の設定を規制しており、これによって生産、消費者のコストを低下させている。ありがとうございます。